表面から見てみましょう。横からもう一度見てみましょう。上から演武線を見てみましょう。結び立ち、気をつけの姿勢。閉足立ちとなり、左手は右肩を包み、構える。交差立ちにて、肩支え受け。前屈立ちになり、中段横受け。元立ちとなり、中段横受け。前屈立ちで中段横打ち。元立ちとなり中段横受け、四股立ちとなり
右腕で下方よりすくい上げながら、八字立ちとなると同時にすくい止めを行う。猫足立ちとなり、右横打ちを行う。中段横受け。八字立ちとなり、右脇構え。中段横払いを行う。八字立ちに戻り、中段突き。中段横受けを行う。八字立ちとなり、中段突き。中段横受けを行う。中段横受けは体側から受ける。単に手を引くだけでは受けることはできない。猫足立ちとなり、手刀下段払い。猫足立ちで手刀下段払い。猫足立ちで同じく手刀下段払い。猫足立ちで掛け手を行う。猫足立ちになり流し受け。左手を下げながら流し受けを行う。単に左手を引くだけでは受けることはできない。右足を引きつけ、側頭で踏み込み、外八字立ちとなる。猫足立ちとなり手刀を受け。さらに猫足立ちで手刀を受け。平足立ちになり、上段上受けを行う。前屈立ちとなり、両手で懸垂打ち。寄り足で四股立ちとなり中段突き。平足立ちとなり下段払いを行う。四股立ちになり下段払い。左手は水月へ水平に構える。元立ちとなり横払い。回し蹴りのように足の裏を手のひらに当てる。前屈立ちになり肘当てを行う。右下段払い。左下段払い。右下段払い。左脇構え。もろ手突き。平足立ちとなり右脇構え。前屈立ちとなりもろ手突き。平足立ちとなり左脇構え。前屈立ちとなりもろ手突き。深い前屈立ちになり振り捨てを行う。同じく前屈立ちにて振り捨てる。左足を引きつけながら猫足立ちとなり掛け手を行う。目付を左斜めへ移す。斜め後方へ右足及び右手を静かに引く。猫足立ちとなり掛け手を行う。平足立ちとなり構えの姿勢に戻る。結び立ちとなる。型の流れに沿って分解組手を見てみましょう。Thank you.
最後に後ろから見てみましょう。